日本相撲協会は8日、日大出身で昨年の学生横綱の草野直哉、22、野幕下最下位格付け出し資格を承認した。草野は日大相撲部で主将を務めていた昨年11月、全国学生選手権で優勝して学生横綱を獲得。他にも昨年10月の世界選手権重量級、115キロ以上、優勝など大学4年間で計9個のタイトルを獲得した。 注目されていた入門先は伊勢ヶ浜部屋に決定。この日、伊勢ヶ浜部屋に荷物を搬入する姿も見られた。熊本県宇土市出身で、2学年先輩の原重量、テルホー24とは保育園の頃からの幼なじみ。花園子、角上中、門徳高、日大と同じ道を歩み、大相撲の世界でもテルホーと同じ宮城野部屋に入門する予定だった。宮城野部屋の閉鎖を受け、 転席先の伊勢ヶ浜に入門横綱・照ノ富士33や日大の二学年先輩でありはる場所で史上最速優勝を果たした幕内孫富士24らも在籍する最強部屋に新たな戦力が加わった。